波動拳、昇竜拳、昇竜拳。はい、どうも、B レジェンド、かぎたにです。昨日のね、動画皆さんにご覧いただいたんですけれども、まあ、4月1日ということもあってね、エイプリルフールだったので、お？これ本当にストリートファイター売ってんの？あるいは、かぎたにまた何かふざけたことやってんじゃねえの？なんてね、思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、本当のような嘘の話。あ、違う、逆だ。嘘のような本当の話でございます。ね、こちら、ちゃんとね、まあ、持ってたから、まあ、あれ？本当なの？とかって思ったかもしれないんですけど、まあ、僕のことだからね、こうなんか一袋だけ本当に作るとかね、なんかそんなこともやるんじゃねえかみたいに、思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、実際ちゃんとこうやって、ストリートファイター、B レジェンドコラボのパッケージでね販売しております。でも実際ねもうお買い求めいただいた方も昨日いらっしゃると思うんですが、ではですね今日はもう早速ね昨日ご紹介させていただきましたストリートファイター5 B レジェンドコラボのですね、波動拳風味を飲んでみたいと思います。では早速飲んでみましょう。はい、こちらいつも通りね、ここのねチャック切り口がここに書いてありますのでね、この切り口、おー、こうやって見るとやっぱパッケージかっこいいよね。はい、波動拳風味ね、かっこいいです。じゃあ早速やってみましょう。あ、ちなみにね裏面ね、よく見てもほらチュンリーもいるんですよ。チュンリーね、かっこいいでしょ、チュンリーね。はい、でいつも通りお水は 200cc でございますね。 200cc を、あ、先中見せようか。うん、うっすら匂いがするね。パウダーこんな感じです。見えるかな。はい、白い粉でございます。白い粉なんだけど、あれ、これスプーンなんかいつもと違うスプーンだ。よし、ちょっとこれなんかちょっとちっちゃいスプーンだからちょっと山盛り入れます。普通はすり切りですけどね。1杯、2杯、3杯、4杯、はい、入りました。そしていつも通り、もう見えちゃってるかな、ローリングシェイクからの沸騰シェイクでございます。おっと、なんだこの殻は。できました、波動拳できました、波動拳できましたよ、ほら。ねえ、まあ今これぐらい振ってね、泡立ちはもう、あ、これ全然泡立ちないな。1ミリ、2ミリぐらい、もうほとんどないです。はい、他のやつよりも少ないね。そうですよね、これ画像見てもらうと分かる。ほら、波動拳、ほら水色でしょ、波動拳って。なんか赤い波動拳もあるよね。赤い波動拳もあるし、昔のねストリートファイト2の時はなんかね白とか黄色だったような気するんだけどな。はい、じゃあちょっと匂いから嗅いでみましょう。あー、波動拳ってこんな匂いするんだね。はいはい、初めて匂いをしました。はい、これちゃんとねカプコンさんにもチェックしてもらってるからね。じゃあ飲んでみたいと思います。いただきます。波動拳、いや、うまいね。うまいだった、忘れた。何うまいからね、ちょっとさっぱりしてて、これから暑い季節飲みやすいと思うので、でもかなりいい線いってるよ。うん、何運前にしようかな。4.3 運前かな。いや、4.5 でもいいけど、やっぱ4.3運前でございます。はい。さっぱりしてて飲みやすい。でも味は波動拳の色になってます。だけど、多分ね、色からは想像できない味だな。なぜならば波動拳ってどんな味かわからないからね。ぜひね皆さん飲んでみてください。ただ美味しいです。で結構さっぱり、あ、甘めです。甘め、うん、甘めでさっぱりしてて飲みやすい、うん、いいですね。ということでストリートファイター5 B レジェンドコラボレーション波動拳風味ね、飲んでみてください。ということで、B レジェンドストリートファイタープロテイン飲んでみた動画でした。では皆さんまたお会いしましょう。さよなら。